自身もそうですけれど、10分の1をお返しするときに、まあ、まずですね、お金に対して無駄遣いができなくなりますね。あ、神様のものだ、そしてその10分の9を持って、ちゃんと管理してですね、まあ、この10分の9も、本当は神様のものなんですけど、私たちが管理して、それで、良き生活をしていく、困った人を助けていく、しかし悪魔の夢はですね、いや10分の1それでももったいないよ、それがあれば、何々ができるじゃないか、美味しい食事ができるじゃないか。しかしですね、その10分の1を、この惜しんだところで、かえって、その貧しくなってしまうということが、あるのではないかと思うんですね。私たちは悪魔の夢を消し去る、そしてもう一つの、典型的なですね、クリスチャンの誘惑はですね、日曜日の礼拝、サタンはですね、ああ今日は日曜日、教会行くのどうしようかな。神様はですね、週7日のうち1日の間、1日は神様に捧げ、また、安息しなさい、必要だよってこう言ってるんですね。聖書はですね、神様の、人間に対する、取扱説明書です。新しいですね、電気製品を買って何か、買うときにですね、大体もう見ないでできるんですけど、やっぱりちょっと部分的に、分かんないときはですね、取扱説明書を見てその通りにします。私たちもですね、取扱説明書、人間の、なぜならば神が作ったから、神は私たちが何が必要で何をしちゃいけないかっていうのを分かってる。私たちが1週間働き続けたらストレスで疲れてしまう、イライラしてしまう、体の健康を損ねてしまう。1日は神様の前に出て礼拝をし、そしてリフレッシュする、回復する、そういうことを神様は教えてくれています。そして6日間、残りの6日間ですね、働きなさい。この6日間をですね、休むっていう話を聞いてですね、もうそれを喜んじゃってですね、先生いい話ですねなんて言った人がいます。でその人はですね、1週間ずっと、休んでるんですね。でそうしちゃうとですね、逆にまた、充実感がなくなってしまいます。私たちは、1日休んで6日間を働いていく、そういう生活を、していきたいと思うんですね。悪魔は私たちが壊れるように、不幸になるように、人生を破壊してしまうように罪の夢を持ってきます。でも悪魔は嘘つきですから、私たちは悪魔の夢を打ち消していきたいと思うんですね。第3番目、皆さん、その悪魔の夢を打ち消すのは神様の夢によってです。神様の夢は何でしょうか。神様の夢はその悪魔の夢を飲み込み、それを打ち消し、その悪魔を足の下に支配して滅ぼしてしまう、そういう夢です。それはどういうことか。イエス・キリストを送って人類を救う、罪のない人間となって十字架にかかって人類を救う、神様はそういう夢を持ったんですね。その夢が2011年前クリスマスに実現しました。ヨハネ3章16節、神は実にその一人がお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、神の夢、それは一人子を十字架で処罰して、私たちの身代わりで処刑して復活させて救いの道を開くことでした。皆さん、どうぞその神の夢を今日私たちも見たいと思うんですね。そこに罪の許しがあります。でもどうしてですね、悪魔は未だに、自由に働いてるんでしょうかね。でそれはですね、人質にとってるからなんですね。つまり、悪魔に捕まってる人たち、イエス様を信じてない人は悪魔に捕まってるから、人質なんですね。神様に対してね、私をもし裁くならば、この人たちも一緒に滅びますよ。神様はですね、この人たちがイエス・キリストを信じて、瞬時に解放されて救われるのを待ってるんですね。
先週、上堀さんという方がですね、洗礼を受けられましたし、その前の金曜日は尾藤さんがですね、洗礼を受けましたけど、イエス様を信じてこの二人の人は解放されました。アレルヤ。全ての人が解放されなければいけないんですね。それが神様の夢です。コロサイ2章15節、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。悪魔は捕虜となった。皆さん、悪魔っていうのはですね、私たちより強くて、私たちはこの悪魔に勝てないと思ってないでしょうか。教会の捕虜だってんですね。支配されてる、足の下にいるんです、悪魔は。それが神様のはっきりとした言葉です。イエス・キリストは勝利者です。教会はイエス・キリストの体です。だから悪魔は足の下に踏みつけられている。信じる人はアメンと言ってください。アメン。そして第3番目、神の夢はイエス・キリストを通して心と体が癒される、そういう夢です。神様は私たち人類を見て、エイズやがんやさまざまなもう恐ろしい病があります。その人たちがすでに癒されている、そういう夢を持っています。どういう根拠でしょうか。イエス・キリストはその鞭で打たれて、その打たれた傷により病が癒された。皆さん、私たちもその神様の夢を持ってください。病気は治らないものだ、でも病院に通って薬を飲めば少しは良くなる、あわよくば治るかもしれない。皆さん、これは、神様の考えではありません。もちろん病院、薬、大切です。そういうものを通して神様働きますけど、でも大切なのは神様の夢です。癒された、イザヤ53章5節、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷により私たちは癒された、癒されたって言ってるんですね。どうぞ私たち自分自身や誰かに対してその癒された姿を見ながら祈っていく、それを勝ち取っていく、そのような、夢を持ちたいと思う。第4番目、神はキリストによって私たちの人生を祝福してくださいました。第2コリント8章9節、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。皆さん、神は私たちを豊かにし祝福したい、祝福するっていうのを持っているんですね。神の祝福は人を豊かにし、これに何の悲しみを加えられない資源になります。皆さん、信じますか。金が私たちを豊かにするんじゃないです。神様が私たちを豊かにする、時には試練があります。貧しくなることもあります。でもそれはですね、神様に目を向かせるための一時的な試練ですよ。なぜならば、貧しくなって初めて神様、苦しくなって初めて神様助けてくださいってなるじゃないですか。だからそのための試練ですけれど、神様は私たちを貧しくするんじゃなくて豊かにしたい、これが神様の夢です。そして何より神様の夢は全ての人が救われる夢です。第2ペテロ3章9節、主は一人でも滅びることを望まず、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられる。第1テモテ2章4節、神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますって書いてあります。イエス・キリストによって全ての人が救われる、神様はそれを夢として持って願っているんですね。皆さんの夢は今日どうでしょうか。伝道の夢持ってるでしょうか。皆さん、もし神様が今日、イエス・キリストが今日この講壇に立って皆さんにメッセージを語るとしたら、間違いなくこの言葉を語ると思います。マルコ16章15節、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を伝えなさい。マタイ28章19節、あらゆる国々の人を弟子としなさい、父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなたに命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。イエス・キリストは今日私たちにそれを語り、私たちはそれを聞くのではないでしょうか。皆さん、どうぞ
私たちはこの世界中の人たちが救われるという夢を持ってください。一緒に言ってください。神様は私を通して3回神様は私を通して世界を救われます。世界を救われます。日本は救われます。世界は救われます。アメン。皆さんの夢を変えてください。皆さんの考え方を変えてください。今日言葉を変えてください。私たちにとってこれが必要です。第4番目、神様の夢を今日私の夢とさせていただきましょう。神の夢は今言いました、すべての人が救われること。それは私を通してです。他の人がやるんじゃないんですね。私を通して、皆さんを通してです。いやークリスチャンはですね、そこまででアーメンって言えるんですよ。救われる。でも私を通してって言われるときに、ちょっと立ち止まってしまうんですね。皆さん今日心のキャンバスを皆さん真っ白に清めていただいて、皆さんのその心にこの人が救われる、すべての人が私を通して救われるというそういう夢を描き直してください。箴言に人は心で信じているその人そのものがその人であるって書いてあります。皆さんが今日心で考えているのはその人です。否定的なことを考えているのは否定的な人です。悪いことを考えている人は悪い人です。いいことを考える人はいい人です。皆さんの考え方を変えたら、皆さんの言葉が変わり、皆さんの生き方が変わり、運命が変わるんです。皆さんいくら年を取っても、長いことクリスチャン生活をしてきたとしても、もしこういう夢を持たなきゃいけないなと思ったら、今日私たちの考えをカロッと入れ替えて、そして神の夢を持っていきたいと思うんですね。すべての人が救われる、救われてるという夢を持ってください。そして必ずそれがなっていく。今はそうじゃなくても夢の中に生きていく。あのライト兄弟もエジソンもその夢を持って世界をこのように変えてきた。発明発見をしてきた。皆さんどうぞ今日目標を持って、そしてその目標というのは何でしょうか。私たちがやりたいことです。私たちはこれを、私はこれがしたいんだ、そういう目標を持ってください。でもその目標のゴールは、私がやりたいことを通して人が救われるって夢にしなくてはいけないんですね。お金持ちになりたい、立派です。でもそのお金を通してこの人々が救われ、この世界に貢献したい、私はこういう成功がしたい、そのことを通して私は世界を救いたい、有名になりたい、私はその有名を通してイエス・キリストを有名にしたい、そういう夢を描いてください。信じるならば山が動くと書いてあります。ヘブル11章1節、信仰は望んでいることから保証し、目に見えないものを確信させます。皆さんどうぞ心にありありと、もうそれが実現している姿を祈りながら描いてください。祈りの筆で描き、そしてその夢を毎日見る。今日最後この言葉を持って締めたいと思いますけど、難しく考えないでください。夢は見てるだけでいいんです。描いてみる、子供のように見る、見つめていたらそこへ向かっていく。私はバイクに乗ってます。バイクで見てる方向に自然にバイクっていうのは進んでいくんですね。だから怖くてもこっちへ行くんだ、大丈夫かなと思っても、その行くところを見るんですね。そうすると自然にバイクが行く。まあバイクと人生が一緒かどうか分かりませんけど、でも見てたらそこへ行くんです。ああダメだな、無理だなって思ったら無理になっちゃいます。だから今日皆さんのその否定的な思い、人は果てしなく否定的です。果てしなく否定的です。今日悔い改め、神のビジョンを持ち、そして聖霊に満たされましょう。聖霊に満たされたら、聖霊は幻を見、老人は夢を見る。そして偉大な夢を持ち、そしてこの世界を勝ち取っていきたいと、そう思います。夢を持って立ち上がっていきたい、この世界を救いたい、そう願う人はアメンと言ってください。アメン。お祈りいたします。天のお父様。